ミゲル・アンヘル・ヤフーレは、ベネズエラのスリア州カビマス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のピッツバーグパイレーツ所属。2015年にアマチュアフリーエージェントで、ニューヨーク・ヤンキースと契約して、プロ入り。参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ヤンキースで、プロデビューし、14試合に先発登板して0勝2敗、防御率1.42の成績を記録した。 2016年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースでプレーし、9試合に、登板して1勝2敗、防御率2.87の成績を記録した。2017年は、右ヒーチのトミー・ジョン手術を受け、シーズンを全休した。2018年に、A 級チャールストン・リバードックスで、実戦復帰し、14試合に先発登板して4勝3敗。 防御率3.90の成績を記録した。2019年は A 級タンパターポンズで開幕を迎え、シーズン途中に AA 級トレントンサンダーに昇格。2チーム合計で24試合に登板して9勝6敗、防御率2.14の成績を記録した。オフにルール5ドラフトでの流出を防ぐため40人枠に登録された。 2020年8月31日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビューを果たした。背番号は89となり、これによりこの年のレギュラーシーズンで0から99のすべての背番号が使用されたことになった。2021年1月24日にジェームソン・タイヨンとのトレードでロアン・シー・コントレラス、キャナン・スミス・エンジグはマイコル・エス・スコットと共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。 ありがとうございます。